大正時代の記録が88億円という記録があるそうです。大正時代で88億円、はいはい、すごいですね。そしたらこれを建てられますよね。ニシンで、ま、儲けたこともあってニシン御殿と言われてるんですが、小樽で有名な建物なんです。あ、その時の様子を写真で見せていただきましたけど、なんとニシンが真っ黒で向こうのあの土地までニシンを渡って歩けたぐらいに、もう海が真っ黒になったほどニシンがいたそうなんです。ところは今はニシンよどこへって。ここあの全部で何坪ぐらいあるんですか？なんていうの、この襖とかが全然狂わなく98年の間ずっとスムーズだっていうのも、その技術というか日本って素晴らしいですよね。素晴らしいね。ね、でも職人さんの技が、本物が残ってます。そうですね。もうこちらが家自体がアート、木のこの鍋子なんですけれども、あちらの端から向こうの端まで13メートルあるんですけれども、1本もの継ぎ目がないんです。それでまだ全然歪んでないですね。でこちらは杉、大口杉、12メートル、杉の1本ものです。すごいもんね。ただもうニシン御殿は素晴らしかったんですけど、寒いのなんのって、この日本のお家っていうのは暖房が入っていないので、まあ寒くて、でもっとびっくりしたのは足が冷えるからといって、ソックスをまず初めにいただきました。みんなソックスを履いて家を観覧してます。今日の私のお相手は、南原さんですが、南原たつきさん、マネーの虎という日本のテレビでとても有名になった投資家の方です。南原さんと私の歓迎会をしてくださいました。初めに私が受けた印象は、とてもあのスマートな感じのビジネスマンで、ちょっと見た時にはどっかのこのスポーツ選手みたいな感じがしたんです。この度私にニセコのお話をしてくださいました。本当この小樽、うん、ニセコ、すごいでしょ。もういろんな国に行きましたけれども、その中でも、まあ私としてはって日本こんな知らなくて、外国ばっかり行ってましたけど、うん、この日本のこの素晴らしいことを改めて、うん、ニセコびっくりしたでしょ。びっくりしました。パークハイアットホテル見ました。見ました。すごいですよね。値段もなんかすごいですよね。一泊普通の部屋で20万、高い部屋で200万、考えられないですね。それを20連泊ぐらいしてる方がいるみたいな。うん、世界の中でも、うん、やっぱりニセコっていうのはブランドですよね。日本が誇るべきブランドにもっとするべきですよね。私もそれとっても残念だと思うんですよね、うん、あの世界の人たちが認めてるのに、うん、日本の国自体があまりプロモートしないっていうのはおかしいですよね。僕ら実は言うとね、ニセコってあんまり知らないですよ。で今回いろいろ僕が今不動産の会社のお手伝いさせていただいて、はい、ニセコのことを勉強させていただいて、だってニューヨークってブランドじゃないですか。そうです。お住まいどちらですか？マンハッタンです。マンハッタンのどこですか？マンハッタンの51丁目の5番街なんですけど。もうそこまでで大丈夫です。全部行っちゃうと見てる人行っちゃいますからマンハッタンのど真ん中、あれもまた一つのブランドですよね。そうですね。でもニセコも
本来の日本人の監督より世界になるハイブランドになれるんじゃないかって。絶対なれますね、うん、あの私思ったんですけども、あの街の全体的な雰囲気もちょっとこうヨーロッパ的な感じもしてこじんまりしてるし、なるほどなるほど、なんかあれからどん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 もういろんな意味で発展できるっていう可能性は大だと思いましたね、うんうん、ちなみに僕はですね今回不動産屋さんに呼ばれてきてるんですよね。ニセコの開発をちょっとお手伝いしていて、結構未来は明るいんじゃないかと。今コロナでちょっとだけ収縮してるんですけど、日本はですねコロナ前って中国から約1000万人の方が来ていただいたんです。そうなんですか。そうで僕の予想で、まあ、中国の友達いっぱいいるんで、ただ終わったら来るよっていう人が前来なかった人よりも数多いんですよ。多分2000万人ぐらいコロナ後は中国から遊びに来るんじゃないかと。そうですか。あの私のお友達でズセットタイニーっていうね、うん、タイでホテルをしてる、はい、ミスターチャニーって人がいるんですけど、彼も彼のファミリーもニセコ大好きですね、うん、なるほど。やっぱもっと、はい、もっと土地買っとこうかな、ニセコに。ぜひそうですね、いいアイデアかもしれないですよ、ね、なんか一緒に買って別荘でも隣同士で建てませんか。いいですね。ね、お隣同士でいいじゃないですか。いいですね。でも私もね、ね、南原さんがおっしゃられたように日本は誇れるものがたくさんあるじゃないですか。ありますありますよ。本当にあのなぜね、うん、日本の、 あの人たちは日本をプロモートしないんですかね。日本の企業はしますけど、うん、人をしないですよね。下手ですね、はっきり言ってね。やっぱり日本人ってどっちかっていうとこうシャイっていうか自分をこう前に出さないところがあったりして、だから世界の中でもやっぱりこの日本人ってなんとなくこう今弱くなってて、はい、なんとこの30年間所得下がりっぱなしで、韓国よりも所得安くなっちゃってるんですよ。そうなんですよ。ですからね今ね、うん、日本に前はあの出稼ぎっていうんですか、はいはい、海外から来た人も、うん、なんか所得が低いから来ないみたいな。逆に僕なんかニューヨークに出稼ぎに行こうかなって思うぐらいですよね。ウェルカムですかですけど、でもね事実あのだから日本のねあの、うん、政府がラーメンを世界にプロモートしたの、はいはい、ラーメンプロモートしたらみんな真似して、うん、結局お金を儲けてるのが、うん、中国の会社と韓国の会社、なるほど、日本がお金を出してプロモートしたラーメンが最終的に儲けてるのが中国の人と韓国の人、ね、アメリカに行ったら日本式のラーメン屋さんで全く日本人っぽいんだけど店員は全員中国人で実用と資本も中国の方とか。なるほどね、それではどうしたらいいかってなりますと、うん、人をプロモートしてる、うん、人は真似できないですよね、うん、でも日本って人をプロモートしないんですよ。南原さんは南原さんじゃないですか。結構僕は自分をプロモートしてますよね。そうなんですよ。だからそれがとても大切で、あの日本ってスピルバーグも言ってましたけど、うん、あの黒沢監督素晴らしいじゃないですか、はい、例えばもう日本であの中村さんって LED ライトを開発した方も、うんそうですよね、素晴らしい方がたくさんいらっしゃるので、ね、そうなんですよ、うん、それなのにあの方がノーベル賞を取った時に日本の政府に声をかけて、うん、あの総理も行かなかったんですよ。あの方がアメリカ、まあ、あれは会社の実績だっていうことになっちゃいましたからね。そうなんですね。でも本当は人は一人しかいないわけですから真似ができない、うんうん、で物は真似ができちゃうんで、確かに確かに物は本当にすぐまで出てきてビジネスモデルとしてパクっちゃえばいくらでもできますからね。そうです、うん、ですけど人は真似できないんで、うん、それブランドも真似しやすいですよね。これそうなんです。やっぱり人って真似できないですもんね。だからノブさんは成功したんです。確かにね、ノブはロッキーはキムソムが真似できないんででも結構2万件ぐらいすごいそのブランディングしてフォーカスされて、確かにそれで世界中だから僕ロッキー青木なんてパッて名前出てきますもんね。そうですか、まあ、あの主人もそれを聞いてたら多分天国か地獄にいるかもしれないですけど、まあ、喜んでると思います、はい、ですけど本当あの今のポイントは、うん、やっぱり物は真似できちゃう、うん、だけど人は一人しかいないから真似できない、うん、ですからこれからはやっぱり人をプロモートする時代に
あるんではないでしょうか。最高に楽しかったですね。本当に This is Japan って感じでしたね、うん、太鼓はやっぱりいいよね、こう響く心に。そうですね、日本人の心を揺さぶるよね。そうと若い人たちがあれだけやっぱり伝統してるって素晴らしいじゃないですか、うん、素晴らしいね。